さあ、まもなく最終コーナーから立ち上がってきます。 ARP チャレンジクラス6番の方です。第3回決まりました。スタート決まりました。さあ、まずは大湯都市いいスタートを決めていきました。福住2例が2番手に上がっている。福住2例が2番手に上がっています。さあ、3番手ポジション変わっていまして、3番手4番手この辺りにポジション変わっております。カーナンバー10番の小林が3番手に浮上しておりまして、3コーナーのところで福住2例がインサイド飛び込みましてトップに浮上。福住2例がトップになります。福住、大湯、そして小林といったものになりました。ロックカップの中からカーナンバー10番上がっていますね。3番手、さあそして4番手には高橋、5番手にはカーナンバー7番の佐竹とこうなっています。随分とポジション入れ替わりました。オープニングラップ、レースは1周終了、2周目。さあ、大湯都市が入っていく3コーナー。3コーナー大湯都市がトップに浮上。2番手福住、そして4コーナーのところでも相当大混戦になっておりますが、大湯都市がトップでまもなく SG に入っていきます。3番手以降もポジション入れ替わっていないんですが、さあ先頭争いなんですけれども、今福住2名がトップになります。レースは2周終了しました。3周目です。まだトップからずらーっと1列になっている感じ、まだトップから1列ずらーっとなっている感じです。さあ、カーナンバー3番の坂口玲奈は最後尾まで落ちてしまいましたが、さあそして先頭争いなんですけれども、福住、そしてカーナンバー10番の小林が上がってきました。小林が2番手、大岩は随分とポジション落としてしまいました。6番手7番手ぐらいまでポジション落としたでしょうか。さあ先頭帰ってきました。福住、小林、それから高橋に上手に合っています。わずかに空きまして佐竹の後ろなんですけど、宮沢、それから大湯とこうなっています。宮沢、大湯、そして高竹。さあ、参考なところでは坂口玲奈が1つポジションを上げます。斉藤を壊しました。先頭福住、2番手高橋、3番手小林。さあ、この辺りもまだまだ分かりませんね。そして4番手には佐竹とこういうことになっています。最終コーナー立ち上がってくる。レースは4周終了、5周目です。わずかに4番手と5番手の間がちょっと空いたかなという感じですが、その後ろの5番手なんですけれども、大湯がまたカーナンバー5番の宮沢をかわしまして5番手に上がっています。大湯が5番手、6番手が宮沢、7番手、京都家、8番手がカーナンバー4番の小川となっています。小川、坂口、斉藤ですね。まだこれずらっと1列になっておりますが、なかなかこの隊列ほぐれません。5周終了6周目です。なかなかこういう、ね、決勝ヒートでこんな1列になっている状態というのは珍しいと思いますが、やり合っておりますのが京竹とそれから小川とこういったところでしょうか。まだ先頭集団のポジションは入れ替わっておりません。7番手8番手この辺りが非常に激しいバトルになっているとこういった感じです。坂口さんも最終コーナーでまたポジションを1つ上げました。8番手に浮上。さあ、動きそうだとすれば大湯都市でしょうか。前を行きます佐竹渡の後ろピタッとついてきました。3コーナーにインサイド飛び込んでいく。大湯都市が4番手に浮上。大湯都市が4番手に浮上です。福住、高橋、そして小林、大湯、佐竹となりました。少し空きまして宮沢和樹となっています。宮沢の後ろにまた少し空きまして京都市見事こういうオーダー。レースは7周終了しました。8周目です。カーナンバー6番の高橋春之、先ほどのラップタイム31秒254ベストを出してきまして、前の福住を追う体制に入りました。4コーナーからの立ち上がり、バックストレートのところでもわずかにその隙間が空いていますが、高橋春之明らかにいいペースで前を行きます。福住を追います。前、福住を追っている間にですね、後ろのカーナンバーで5番手の間が空いてきましたからね。先頭が2台、3番手、4番手、ここも近づいてきました。大湯都市も前を行きます。小林博忠の後ろに近づいてきました。これまたもしかしたらトップ2、3番手争いというのが変わるかもしれませんね。レースは9周目に入っています。折り返しを過ぎております。この ARPA チャレンジクラス、ロックカップジャパンクラスの第3戦、午前中からいきなりの決勝ヒートということで、会場は今観客の皆さんもヒートアップされておりますけれども、レースは今9周終了、10周目となっています。さあ、小林の後ろなんですが、大湯都市、大会
ートテールトゥーノーズに持ち込みました。3コーナーインサイド飛び込んでいく、大湯組織3番手に浮上か、クロスは取れません。小林4番手後ろにつきます。さあしかしながら4コーナーの立ち上がりのところでも大湯が前に来ました。この3番手4番手争いというのが今激しく展開されています。後ろから佐竹もそれから宮沢もついてきます。レースは10周終了11周目です。10周終了11周目です。トップ2が完全に2内のパック、それから3番手以降が4内のパックという形に変わりました。先頭福住2レーン、現在ランキング第2位、そしてその後ろを行きます第2位の高橋春之、ランキングトップです。3番手大湯、3、4、5、6番手までの4内のパックという形になっています。11周終了12周目、11周終了12周目です。さあ佐竹のマシンから何かパーツが飛んだという情報が入ってきました。佐竹は今5番手を走行しているんですが、さあもしかするとオレンジボールが出されるのかもしれません。3番手争いということでですね、佐竹渡も頑張っていたんですが、さあ間もなく先頭最終コーナーから立ち上がってきます。レースは12周終了13周目、12周終了13周目です。トップ2は2台、3番手大湯、4番手小林、大湯と小林の間が徐々に空いてきました。トップ2は迫っています。ですが先ほどは福住2年がですね、ラップタイム31秒230ということで、後ろの高橋よりもいいペースで周回しておりましたが、まだまだ分かりません。目が離せない展開になっています。トップ2、さあそしてファンナンバー7番の佐竹に対しまして、オレンジボールが今出されております。先頭2台、非常にですね緊迫した状況になってまいりました。3番手と4番手は大湯とその後ろ小林博忠、小林はロックカップジャパンからの参戦ということなんですが、現在このような上位に出ています。さあ最終コーナーから立ち上がってきます。このトップ2、14周終了しました。15周目ファイナルラップ、14周終了15周目ファイナルラップです。さあトップ2なんですが、高橋よりもやはりですね先頭の福住、少し後ろを振り返りました。先ほどのラップタイム福住の方がいいペースで周回しておりますと、また振り返ります。後ろは気になりますよね。しかしながら前を見て、このままトップチェッカーを取れば福住2レーン、第1戦第2戦では第2位でした。初めての優勝ということになります。手を大きく上げましてガッツポーズ。トップチェッカーはカーナンバー2番の福住2レーン、3番2番手にはカーナンバー6番の高橋春之、そして3番手争い制しましたカーナンバー1番の大湯俊樹、4番手はカーナンバー1番小林博忠、5番手はカーナンバー5番宮沢和樹、6番手にはカーナンバー3番の坂口瀬奈、7番手カーナンバー12番京武健吾、8番手カーナンバー4番小川貴弘、9番手はカーナンバー8番